日本北海道札幌市北区,区北、シノロ町宅北区北は、北海道札幌市北区にある地名。JR 北海道学園都市選択北駅の周辺の住宅地である。また、シノロ新川井北の一帯を指して、シノロ町宅北と呼ぶ。元は、 周辺の全域が、篠ノロ町宅北であったが、学園都市線沿いにアの里ニュータウンが造成されたため、飛び地のようになっている。札幌市北区の北東端、石狩川に接するあたりは、かつて、釜屋牛と呼ばれていた。アイヌ語で、平岩の騎士があるところを意味する、釜屋牛に由来する地名である。明治10年代から入職者たちが訪れ、以下の部落が形成された。 1937年3月3日の市路ろ、村あざめ解消地盤変更協議会にて、高三社、釜屋薄、大野地は、北海道拓殖銀行の社有地であることと、拓殖精神を強調する意味から、一体を拓北と解消することが決議された。1958年7月、待望された鉄道駅が設けられ、旧地名を取って、釜屋薄駅と名付けられる。 1983年11月21日以降、宅北駅周辺の住宅地が、シノロ町宅北から、宅北城町名へと、町名変更されていく。1984年8月27日、ニュータウン造成により愛の里が区分される。1995年3月16日には、釜屋薄駅も愛の里公園駅となり、旧地名は消失した。 総務省、総合通信基盤局電気通信事業部電気、通信技術システム化番号企画室、市外局番の一覧、総務省、P12016 年5月4日閲覧、ABC、札幌地名校、P57-ABCDEFGHI、札幌地名校、P56AB 札幌市住居表示実施地区、帰宅、ありがとうございます。